さまずはレッスンの前にウォームアップをしましょう先週のストーリーに登場したこのフレーズを覚えていますか He has kind eyes. 彼は優ししいい目をしていますという意味ですねではこのフレーズをビートに合わせて発音しましょうまずは私がダイアナとやってみます「He has kind eyes」 He has kind eyes. He has kind eyes kind はい、では今度は皆さんの番ですよ。よく聞いてリズムよくリピートしましょうね。h e has kind eyes.He has kind eyes.He has kind eyes.He has kind eyes. リズムよくウォームアップができましたね。では今日のレッスンを始めていきましょう。Lesson 夏祭りは大にぎわい。Let's start! <S まずは今日のストーリーを聞きましょう。シュンタとタマは夏祭りにやってきました。OK! Let's listen to the story. So, this is a Japanese festival. It's very lively. <sighs> Where are Mia and Kenny? It's so crowded. Hey, Shunta, what's that? That's cotton candy. It's so cute and fluffy. I love sweets. I know, Tama. One cotton candy, please. さあストーリマーは,は日本の夏祭りにワクワクしているようですね <Words. S 3> <And phrases. S 1> では今日のストーリーの中から大切な語句の意味を確認していきましょうあとで発音練習もしましょうね「<Festival. S 1> 祭り <L ively. S 1> にぎやかな」「活気のある」「クラウデッ 混雑している。コットンキャンディー。わたあね。フラフィー。ふわふわしている。では、クリスとダイアナに続いてリピートしましょう。意味を思い浮かべながら言いましょうね。フェスティブル。ライブリー。クラウデッド。コットンキャンディー。フラフィー。 Good job! story 今出てきた単語やフレースも確認しなから聞きましょうね今出てきた単語やフレーズも確認しながら聞きましょうね。Let's listen to the story again. So this is a Japanese festival. It's very lively. Uh, where are Mia and Kenny? It's so crowded. Hey, Shunta, what's that? That's cotton candy. One cotton candy, please. では英語とその日本語訳を聞きながらストーリーの内容を確認していきましょうほうこれが日本の祭りでござるか。 Very lively. とてもにぎやかでござるなみやとケニーはどこだろう、so、crowded. すごくこんでいるね hey, s that? <S ねえシュンタあれはなんでござるか cotton candy. 雨だよ、so、cute and fluffy. とてもかわいくてふわふわでござる。 拙者は甘いものが大好きでござるよ I know, 分かってるよタマワンコットンキャンディープリーズわたあめひとつくださいさあ今日のストーリーの内容がわかりましたね he? はいタマはわたあめを食べるのが初めてなんですね。 お祭りのお店で目ざとく見つけていましたね。役になりきって、ィィこのコーナーでは英語らしくセリフを言うコツをつかんでいきましょう。今日のセリフは、so、cute and fluffy. とても可愛くてふわふわでござるという玉のセリフですね。so cute と fluffy に強制を置いて、 玉が綿ーメにとても興味を持っている漢字を出してみましょう。強制のない it と and は短く軽く言います。それから fluffy の f の音は下の唇を上の前歯に軽く当てて出します。fluffy こういう感じですね。セリフ全体では it's so cute and fluffy こんな感じになりますではこのセリフをダイアナに続いて言ってみましょう、so、cute and fluffy. はい、玉川ターメンに興味を持っている感じを出して言うことができましたかではこのセリフを今度はビートに乗せて練習しましょうビートに乗せることで英語らしいリズム感が身につきますよ よく聞いてついてきてくださいね。It's so cute and fluffy.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  はい、リズムよく声に出すと楽しくなってきますね。Let's repeat! S repeat. <S では今日のストーリーのリピート練習をしましょう今練習したポイントにも気をつけながら声に出して読んでいきましょうね「Where are Mia and Kenny?」 It's so crowded. Hey, Shunta, what's that? That's cotton candy. It's so cute and fluffy. I love sweets. はいお手本を聞いてしっかりリピートできましたかできるを増やそう Focus on Can Do! 今週の CANDO は「好き嫌いについて言える」です。 これは今月の基礎英語共通キャンドゥです今日のフレーズは「I <love> sweets. 私は甘いものが大好きです」「I love 何々」や「I like 何々」は自分の好きなものを言うときの表現です後に続けるものを複数形にすると全般的に好きということを表せます例えば 私はハンバーガーが大好きです。なら。I love hamburgers. はい。ハンバーガーが大好きは、ハンバーガーが全般的に大好きという意味で、Hamburgers ーーと複数形を使って言っていますね。そしてもう一つ。僕はインドの映画が好きです。なら。I like Indian movies. はい。インドの映画が全般的に好き。 ということをインディアンムービーズと複数形で表していますね。では、それぞれリピートしましょう。では、次のように好きなものについて言ってみましょう。<One. S 1> 私はリンゴが大好きだよ。

English Songs と複数形を使って言えばいいですねここにも注目。ここでは今日のストーリーの中からもう一つポイントを見ていきましょうストーリーの中のシュンタのセリフ「ONECOTTONCANDYPLEASE」のようにお店などで注文するときには「数」と「品物」を言った後、Please」をつけて言います いくつか例を見てみましょう。ホットドッグを二つください。シュークリームを三つください。はい、このように please をつけて言うんですね。はい、シュークリームは cream puff と言うんですね。どちらの文でも please をつけて言っていましたね。では二つの文をリピートしましょう。 two hot d <S, s please。three c u f f s please。はい、お店などで注文するときには、このように please をつけて言ってみてくださいね。Write it! さあ、ではレッスンの仕上げをしましょう。今日のキャンドゥフレーズをよく聞いて、書き取っていきましょう。 I love sweets. はいこのフレーズですね紙と筆記用具の用意はいいですかテキストをお持ちの方はテキストに書いていきましょうねダイアナが3回読んでいる間に書きましょうどうぞ I love sweetsI love sweetsI love sweets, I love sweets. どうでしたかしっかり丁寧に書くことができましたか自分で声に出しながら書く練習は毎日していきましょうね体全体で英語を覚えることができますよでは最後にもう一度ストーリーを聞きましょう It's your last chance to listen to the story So this is a Japanese festival It's very lively Where are Mia and Kenny? It's so crowded. Hey, Shunta, what's that? That's cotton candy. It's so cute and fluffy. I love sweets. I know, Tama. One cotton candy, please. I love Japanese festivals. It's so fun to eat and drink outside in the summer. And はい、クリスもダイアナも日本のお祭りが大好きなんですねクリスは夏に屋外で食べたり飲んだりするのが楽しいよねと言っていましたダイアナは浴衣を着て金魚すくいをするのが好きと言っていましたよそれではまた明日お会いしましょう